県の調査では今年2月、県内の外国人宿泊者数が10万人を突破。昨日昼前の JR 別府駅前でも多くの外国人観光客が行き交い、観光案内所が混雑していました。別府観光を楽しむ人たちに海外旅行で経験した忘れ物のエピソードを聞いてみました。私は何を忘れていたのか、私はエレクトリックの唇を忘れていたのです。 And it's very hard to find one when you're in a foreign country. But I've lost my phone in a taxi and had to rush after and get it in um, Dubai twice. <laughs> <laughs> I did forget my watch once. I contacted the hotel uh, to see if they can send the the, the stuff I forget to me.日本の旅館業法では。 宿泊施設は忘れ物を3ヶ月保管する義務がありますが持ち主側から問い合わせるのが通例ですさらに警察署に届けられることもあり日本のルールに不慣れな外国人観光客にとっては手続きが難しいため諦めてしまうことも多いそうですこれです、ね、今ですねあのゲストと 荷物の配送のやり取りだとか、あとホテルへのやり取りですね、月にすると大体4、5 0件ぐらいです、ね、大分市に配送事務所を置く、ロストアイテムデリバリー、元ホテルマンで輸出入事業を手掛ける吉永洋介社長が、2020年に打ち出したのが、忘れ物海外配送、ワスラックです。ワスラックは 持ち主から宿泊施設に忘れ物の問い合わせがあった場合すべての手続きを代行する無料サービスです多言語のやり取りを引き受けることで施設側の負担を9割削減一方で重さに応じ持ち主から配送手数料を受け取る仕組みです 帽子であったりだとか、まああとメガネとかあのイヤリングとか、もう身につけるものがほとんどです。貴金属なんかはえっと高額なものもありましたし、現金で八十七万円だったかなというのもあります。パスポートもありましたね。どうやって買えたんだろうと思うんですけどですね。この事業の大きな強みが持ち込み制限や罰金が伴う金製品の対策です。ワスラックでは。 輸出入に関する専門知識で配送リスクを抑えるほか海外事業者と提携することで航空貨物で運べない忘れ物も持ち主に届けるノウハウを確立しましたになりますこの日、別府市の天根リゾートから香港の観光客の忘れ物ワイヤレスイヤホンを受け取りました

おもてなしの心を込めた折り銭が添えられます。吉永社長は帰国した後のアフターフォローでも外国人観光客に満足してもらうことで訪日旅行の需要がさらに高まっていくと信じています。本当に日本が大好きです。ありがとうございましたということであ,れおおのあの御礼のあのラインが来てます。おもてなし100%ですよねやっぱりですねはい。<laughs> ゲストとこうすごいフレンドリーな関係になるというのがうちの特徴で東京で1週間京都で2週間来るんでどっかいい宿紹介してほしいみたいなのでご連絡いただくこともありますゴールデンルートというところ以外のあらゆる地方に隅々まであの外国人の方をこう旅行してほしいその一翼にお手伝いをするというところを目指しております